はーい、こんにちは。サルウィンです。行きましょう。渓谷で覇王、カッコカリを目指す、探し出せん、アフレコ実況。ですね、ちなみにですけど、この動画は、結構前の動画です。もうなんか緊急事態宣言が解けたからゲーセンに行ってやってきたよとかっていうようなやつではないので、タイミング的にちょっと怪しいですよね。なんかね、誤解を招くんじゃないかななんて思っちゃうとこもあるんですけど、まだね、私の近場のね、ゲームセンターはですね、ちょっとまだね、自粛されているのかな。多分数日はね、まだね、多分様子見なのかもしれないんで、正直私も、緊急事態宣言から、まあなかなかこう解除されたからといっても、そんなすぐにね、長時間外に出たりというかね、ゲームセンターとかに長居する予定はまだないんですよ。なので、ちょっとね、まだまだ様子見かなと。なので、ちょっとね、6月ね、ほぼ毎月の予対戦、いつも毎月ね、やらせていただいていたんですけども、ちょっとね、6月も自粛になるかもわかんないですね。だからもう4月やってないんでね、4月と5月がお休みで、6月もちょっとわかんないというような現状ですけども。とりあえずはちょっとそのコロナのやつとかが落ち着いたらっていう形になるかと思いますので、その辺をあらかじめご了承いただけたらありがたいところでございます。あとね、ちょっとね、ちょっと友人がちょっとね、ちょっと配信一緒にやろうとか言ってくださってるんで、もしかしたら3回再生の生放送をね、どっかでやれるかもしれないんで、早ければ6月中にもしかしたらできるかもしれないんですけど、私ちょっとね、この辺慎重なんで、結構私体弱いもんでね、人一倍気をつけなきゃいけないなと思ってるんで、もともとね、結構持病を何個か持ってるような人間なんで、あんまり、ね、合併したら死ぬレベルなんで 無理しない範囲でね、やっていこうとは思うんですけどね。というわけで、今回の話で本題なんですけど、これがね、3月18日かな、の2ヶ月前ぐらいのやつなんですけど、全国大戦やった時のやつですね。私がよく使ってた形ですね。5軍のやつですね。5等軍、5軍、軍5、軍友と5軍のデッキですね。相手の方のデッキが、新王と、新って言えないかな。劉備も新しい劉備だったかな。ですかね。オートちゃんね、怖いんで、ちょっとね、男の意地とか、諸葛亮のね、計略とか叩きづらいかなっていうような感じですが、見ていきますか。すいませんね、この動画上げよう上げようと思って、全然上げ損ねてたんですよね。この私にできることなら命も差し出します。なんかもう1ヶ月以上、もっとかな これが一応ラストストックですね。ちょっとね、本当はね、3月分のね、新カード必須対戦の動画とかはもうちょっと本来ストックあったんですけど、私がちょっとね、やらかしたんでね、その辺はちょっと謝罪させていただきましたが、そうならないようにね、やっていきたいですね。とりあえず序盤はいつも通りですね、長線が、でも長線塗ってないですね、長線張り付いちゃってるのは、本当は長線もうちょっと歩いて塗った方がいいんですけどね。で、これオートちゃん取れますね。これ悪くない開幕ですね。とりあえず柵も守れるんで、なるべく無理しない方向でいいかなという。相手からの内乱止められて、とりあえず序盤、でもこれでですね、風刺も取れそうですね。で、相手の足並み崩せれば完璧みたいな感じですかね。槍も出しちゃうよ。うまい。これはいいずらし感がありますよね、なんか。で、劉備が来てるんで、劉備も芝居でいきましょう。劉備が、もう横からゲージ入ったな。劉備って、復活あったかな？あんま覚えてない。今のちょっとあれですね、諸葛亮が早めに、助けに行けば。いやー、でもギリギリ無理かな。五国体帰れなかったかもしれないですけど。これ諸葛亮止めればワンチャン長飛取れるかもしれないですけどね。ダメかな。で、劉備は軽くずらして倒したいかもしれない。でもこれは逆に技術が危うい。これいい感じですね、結構。相手の方が結構いい感じに足の肉出てくれてるんで。長線が出てますね。マウキないのかな。マウキはないのかもしれない。ちょっと諸葛亮出すぎですね。これ長線下げすぎじゃないかな。でもこれはゲージ取れて、長飛落とせた。敷地まで間を待とうってやつかな。さすがに技術落ちました。ちょっと諸葛亮の兵力が不安ですが、待っていきましょうと。そこそこには削れるかな。ただあんまりあれだよね、劉備の計略とかも強いですからね。で、ここ一回回復タイムですね。いいでしょう。
まあ、しばらくは殴れるけど、相手の方の事情研修がついてますね。どこまで削れるかは鍵かな。で、これ相手の方がサイズと、足並みを揃えて一気にって感じですかね。なんでこっちとしても、まあ相手に高いラインで経力を叩かせて、連環で一発分は、って何とかしたいんですけど、これ即分もついています。これはやばい。これ非常にまずいですね。いけました。まあ、割かし高いラインで叩いていただけていますが、ですよね。でも移動速度も上がっちゃうんですよね。これ結構厄介ですね。なんなら迎撃狙いとか思うんですが、5体がここで、一騎打ち。美味しくない。美味しくない展開ですね。まあ死ななければ、御の字というところですけど、私あんま一騎打ち上手くないですからね。ありがとうございました。さすがにきついっす。ああ、かっこいい。あのモーションかっこいいね、今の剣をブーンってやるやつ。たまらず連環ですね、これは。いや、でも風習がね、来てるもんで、ちょっとどうやって守ろうかなとかですね、毒とか打つにはちょっと微妙なラインですが、どこの維持をするんですかとかなっちゃうと、どこまでも微妙だよね。しかも、王刀ちゃんがいるんで、その挑戦がなんかもうタゲられちゃってますね、すでに。もうダメですね。相手の方のタゲうまかったな。別に射程伸びてたわけじゃないんだろうね。ちょっと落とされちゃいましたんで、まあ、しゃあないんで、とりあえずもう毒でも打って、まあじわっと、まあこれで帰ってくるんだったらそれはそれだしね。でも攻めてくるんだったら逆に兵力削って、これはもうワンチャンカウンター狙いですね。相手の方サイキ打ってますからね。でこのまま毒で全滅させられるんだったらうまいですからね。これシュッて足止めて、なんなら長飛倒したいなとか思ってますけど、あ、でもワンチャンあれだな、長飛落とせるかもしれない。あ、帰れちゃうかな。まあ、毒でじわってやって、あとはもうカウンター狙いですね。これ長飛落ちれば、あ、落ちましたね。はい、というわけであとはただ前出すれば OK。 あー、でもリージは帰りました。まあ、なんならワンチャン落城できますかね、これね。今4部隊落としたばっかなんで、ガンガン行けば、まあ、リゼも行っちゃってよかったかもしれないけどね。内乱込み込みで、もうリゼ休んでますね。ちょっと、あれだな。まあ、これ結構後のことも考えてますね、これね。リゼなんなら一番左から行けばいいな。はい、今更、ああ、なんかリゼが迷っていますね。もうリゼは守ることにしました、ね。これ、ギリギリだねって感じかな。でもなんか間に合いそう。あ、間に合いましたね。ついに挑戦はやりました。やりましたという試合だったんだね。なんかもう久しぶりすぎて覚えてませんでしたが、こういう結果でしたね。ワンチャン相手の方がホーグ入ってくれたら、まあ、こういうカウンター的な流れもありかなというところです。結構このカウンター毒は私結構好きで、たまに狙ってるムーブですけどね。まあ多分際どいですけどね、本当ただただ際どい。ということで、久しぶりの三国志大戦動画、いかがだったでしょうか。まあ、一応ね、まあ、復帰したらって言い方もありますけどね、まあ、まあ、誰しもがある意味ね、もう隠居せざるを得なかったですから、まあ、一応、また警告で楽しみつつ、なんか変なおふざけデッキ使ったりとかしていこうかなみたいな感じですかね。まあ、一応私はね、軍友と五軍がメインなんですけど、まあ、割とお遊びはね、全勢力結構使ったりするんで、まあ、そんな感じで楽しんでいけたらなとか思いますけどね。ちょっと配信で何やろうかはあんま決めてないんですけど、まあ、とりあえず全国、警告で全国やったりとか、ただ難しいですよね。配信中に、戦友対戦やりましょうよとかさ、っていうのもちょっと考えたんですけど、ただ、あれですもんね、だってゲームセンターにいなければ、だって例えばさ、家とかで見てる人に専用対戦やりましょうって言っても、どう考えてもできないからね。だから事前告知しとく分には、まあちょっとなんか、ね、専用対戦や、なんかね、やれたりとかはするのかもしれないんですけどね、まあその辺はまあ、コメントとかで、まあね、どんだけ定期的にやれるかわかんないですけどね、私も正直、家からね、近い場所じゃないんで、そんなに頻繁にはやりに行けないと思うんですよね。なんでまあ、その辺ちょっと考えますけどね。本当はね、近場のゲームセンターがね、配信できたら一番ね、定期的にやれて、なんかね、いろいろね、いいんですけど、まあその辺はね、落ち着いたらゆっくり考えていきましょう。
というわけで、そんな感じで、ちょっとね、ずっと出せなかった動画を、やっとね、撮るタイミングが来たかなという感じですね。まあ、本当はもっと早く撮れたんでしょうけど、ちょっとね、ご丁寧に回しすぎたら、もうね、あっという間ですよね。ほんとね、ちょっとね、メモつく、なんかネタ帳的なのを作ってて、それにメモとかしとくんですけど、まあ、次にやりたいことが増えたりとかしてて、どんどんね、ご丁寧に回しちゃうんで、なるべくね、早い、ね、早く出せるように。実際、本当それはもう反省してますから、私。新カード実際戦のね、動画も、なんか結局、ゆっくり出してもいいか、みたいにちょっとなっちゃったんですよね。逆にね。ストック、新しい動画撮れないんで、少しずつゆっくり出していこうかな、みたいに思ってたら、やらかしちゃったんで、完全に動画の保存期間とかを、うっかりとね、見落としてしまっていたもので、なんで、やっぱなるべくね、前倒しというか、ちょっとね、ほんと前へというような気持ちでやっていきたいかなと、今後もね、思ってますんで、温かい目で見守っていただきつつ、よろしくお願いしていただけたら嬉しいでございます。ではでは、またお会いしましょう。さようなら。